ドミノ倒し。仏教では、A によって B が生ずると因果性を説く因縁とは、サンスクリット語の2棚に由来し、原因、動機づけ、機械といった意味合いである。この語は、二と、だによる熟語である。リグベーダにおいては、不死 10.114?2 に登場し、また不死 6.32?6 においては、馬などを別のものにつなげておくロープやバンドを指している。また仏教において、元と縁のこと。 縁因とも言う。競技には、結果を生じさせる内的な直接の原因を元と言い、外からそれを助ける関節の原因を縁と言うが、講義では、その両方を合わせて、元とも縁とも言う。縁起、因果、及び、合も参照一切の存在は、因縁によって生じ、因縁によって滅する。因縁によって消滅するという道理を因縁消滅の理と言い、因縁によって生じることを、因縁性。 遠征、遠征、縁起などという、因縁によって消滅する一切の法はそのまま空なる存在であるという道理を、因縁即空の利という、パーリ仏典では、相応部因縁編などで語られる、一切の現象は原因によって現れる、すなわち、偶然、突然、神による創造などは否定される。初期の仏教では、元も縁も共に原因を意味する言葉であり、後に区分が生じて、 元を原因、縁を条件とみなした。仏教では修行による成仏を前提としており、に対して厳しい批判を行った。隆樹は中論間因縁品で無事小空の立場からこれらの外部の説と、説一切有部の四円六因説を批判し、四大品で因縁によって生じる処方は空であり、条件が変われば変化すると説いている。仏教用語でない語義としては、次の三つがある。 きっかけ、動機、しかるべき理由、由来、来歴、ゆかり、関係、縁、因縁をつける、主に無法者が用いる、言いがかりをつけること、全く無関係のものに関係性を理由づけて、自らの主張を述べ立てること、因縁な自然性の因縁を解く物語、近い話であった場合には、行きつが複雑に絡み合った場合に用いる、因縁尽くし逃れられない条件が重なっていること、 ありがとうございます。